今フランスにある、ギャラリー中井さんというところで展示に参加させていただいています。グループ展です。こちらでは、展示してもらっている作品の紹介、ちょっとしたエピソードを話していこうと思います。この絵は、ガッシュで描かれています。最初は雨降って、ちょうど梅雨時期ですね、日本の梅雨時期の、アトリエの窓から描いた、作品ですけれども、雨が降っていてとてもあの青が綺麗で、緑が綺麗でですね、雨に濡れて、でそれを窓から覗いた景色を描こうと最初思って描いた絵です。途中で天気が変わって雨が上がってきてですね、晴れ間が見えてきて、すごい気持ちのいい晴れになっちゃったんですね、途中で。でそこからぐっと描き直して、ダイナミックにですね展開していって、完成させた絵なんですけれども、まあ自分の中で、最初描こうと思ってた景色とは全然違うんですけど、やっぱりそのダイナミックに変化していく絵の中の感動ですね、でそれに自分もすごい新鮮さを覚えて、鮮やかに、見ながら、鮮やかさを感じながらですね、変化の鮮やかさを感じながら、描いた作品です。で最後に、手前に白い花を見つけてですね、あの手前の窓のすぐ上の下の辺のすぐ上にあるのはガードレールなんですけれども、ガードレールの田んぼの、土手ですね、土手にある、白い花があったんですね、でそれを見つけてそれを描き込んで、終わったっていうような絵ですね。最初からこういう風に晴れてたらですね、多分雨降った時に完成したかもしれませんね。こんな小さな白い花でもですね、心置きなく、楽しみながら描けるというのは、やっぱり変化した後に来るものだからだと思います。最初からあるとやはり忠実に描こうとしますから、それを心置きなく、享楽することは難しいんじゃないかなと思います。だから最初の感動が阻害された後においてのみ、こういう、全ての、事物を楽しめる、その事物を描くことを楽しめるんじゃないかなと思うところがあります。最初の感動が、描くことによって葬られ、そしてまた自然が、それを変化させて、自分が大切にしていたものを、失っていく、でまた新しいものが、目の前に現れる、でその時にこそ目の前のものを捉えることができるんじゃないかなと思うところがあります。こちらの生物画はですね、長野県の方にもあのアトリエがあるんですけれども、そちらの方にいた時に、近くの古着屋さんがあるんですね。古着屋さんがいろいろなイベントを催してくれる、でそれ時々遊びに、行かせてもらうんですけれども、そこで、イベントであった、古物を扱う人が来てたんですね。でまあ骨董品として購入した、サソリ、これサソリの食材、一番あの箱の上に乗ってるやつですね、あのサソリの食材、面白いなと思って買ったんですけれども、それを描きたかったっていうのがあって、この生物画を描きました。サソリの食材のための生物画ですね。で左の白い陶器なんですけど、三角形のもの、ちょっと形が分かりにくいかもしれないけれども、これはあの妻の、弟が作った、なんていうのかな、お香を入れて炊くための、陶器の器ですけれども、それを描いたんです。陶器はですね、他の絵にも出てくる、この後の絵にも出てくるんですけれども、割とこれは比較的分かるように描いた
そのままの形で描いたものなんですね。だからこの絵の全体もある程度、全てのものがそのまま描かれているような感じ、僕の中ではですね、割とそのまま描いた感じなんですね。っていうのも難しい形になるとですね、やっぱり面倒くさくなってですね、こんなぐらいでいいやっていう感じで形をですね、適当じゃないですけど、そのデフォルメさせて描くんですけどね、それが僕は好きなんですけれども、この作品においては割と全てサソリの燭台とこういう陶器、ウクレレ、ブリキの箱なんですけどね、ブリキの箱、割と忠実に描いた方なんです。で、割とこういう風に忠実に描くのは、僕の中でちょっと珍しいなというような感じの作品ですね。だからこの作品においては対象物をちょっと大切にしたかったんですね。やっぱりサソリの燭台、描こうと思ってたんで、その、ちょっと忠実に描きたかったっていうのがありますね。これの一個前にもう一つ同じ対象物で描いたんですが、それはもっと風景に溶け込むような形で描いたので、もっとこの物自体を描きたかったっていうのが、この作品にはあったと思います。この作品は全体としてもっとグレーなんですね、僕からしたら。なんかちょっとカラフル、どうしても写真に撮ると色が出ちゃうんで、白黒って映んないんですよね。でグレーが重たければ重たいほどそれが飛ぶと違う絵に見えちゃうんです。で僕の絵は割とグレーが重たいところがあってですね、暗いところに持っていくとグレーが重く、この重量感を持ってくるんですね。けれども写真撮るとそれは出ないんですね。だからいつも困るんです。でその感動がですね、グレーの重たさにあったんですね、この絵の感動がですね。でそれは全くこの写真では写ってないなと思うんですが、まあ、これでもだいぶ寄せた方なんですね。いつもそこで困らせられますね。だから実際見てもらう方がそのリアリティというのはよく伝わると思うんですけれども、インターネットではいつもそこがちょっと悔しいんですね。もっと黒がしっかりと映ってくれるようになってくれればいいなと、そういうテクノロジーがですねできたらいいなといつも思うんですけれども、僕にはまだそれが、どういじってもですねなかなか出てくれないですね。ぜひ実際見てほしいと思っています。これはですね、もう一つのアトリエ、ここいわきアトリエ、福島のいわきのアトリエなんですが、もう一つのアトリエ、長野県の方の塩尻にあるアトリエなんですね。そこは標高が 1000m ぐらいのところでですね、別荘地なんですけれども、そこの家の前で描いた作品です。この写真はちょっとこう色が、黄色が褪せてる、もっと黄色っぽい絵ですね。よく風景画で緑、風景描くとやっぱり緑がたくさんどうしても出てくるんですけど、その緑をそのまま置くとなんか違う、その緑の使い方って僕はヨーロッパ絵画と、欧米の絵画を見ると面白いなと思うんですけれども、何かこう、モノクロームで描いてるんですね。白黒で描いてるところがあって、もうこれはみんな多分常識なのかなと思うんですけど、僕からしたらよくちっちゃい時に風景画描く時にやっぱり緑っていうものが最初からパレットにあってですね、それと少しウルトラマリン、青っぽい色を混ぜてですね、青緑みたいな色を作って、描いたんですね。けれどもなんか、よくこう SNS とかですね、美術館なんかに見に行くとですね、緑の描き方がなんか違うんですね。でよく見るとやっぱりなんか灰色なんですね。で灰色でうまいこと緑の色調を表現しているんですね。でベースにあるのは褐色系だったりとか、イエローオーカーだったりとか、またちょっと黄色っぽい色ですね、黄色っていう色だったりするんですね。
でその上から、面白いぐらい、グレーでですね緑を調子を作ってるんですね。黄色の上にこの場合だと白黒で、緑を表していってるんですけれども、だから実際緑色っていうものはこの絵では使っていないんですね。だけども黄色と、黒で緑になりますね。混ぜると緑っぽい色になる。でそれを風景画で楽しんでるんですね。混ぜて緑の色調、いろんな色調を作るっていう楽しさがあります。でこの地面の方はですね灰色、もうまさに灰色、道路なんですね。普通のコンクリートの道路、だからですねもう灰色に落としていくっていうような感じで、そんなに色数は全体としては使ってない。で手前にその花が、土手の方に花が、家の庭の方なんですけど花があって、赤いのが、ちょんちょんとあるというぐらいの絵なんですけれども、これは夕方の景色、東、西の方ですね、西の方を向いて、描いてるんですけど、夕方、うちの前は早く日が沈んでしまってですね、これ、4時半ぐらい、もう夏の、いつだったかな、ちょっと忘れましたけど、まだ、暖かい時だったと思いますけれども、早く日が沈んでしまう、この日何にもしてなくてですね、なんか描かないといけないなと思って外に出たらですね、夕日がもう向こうの方に西日が当たってる、綺麗だなと思って、まあもう速攻で描くんですね。だから暗くなるまで描いてはいたんですけれども、2,3 時間の間、2,3 時間もかかってないかもしれないですね、描いて、でもそれが一日の、絵画の体験になってですね、僕にはかけがえのないものになるわけなんです。だからですねこの絵も僕にとっては、大切なもので、大切な記憶、鮮烈なその絵画とともに過ごした、夕方のひとときの絵なんですね。これはホオズキを花瓶に刺した絵なんですけれども、この花瓶も長野県の、骨董市で買った、花瓶なんですね。もっとこれ実際もっと緑の濃い花瓶なんですけれども、別に色を忠実に再現させる必要はなくてですね、自由に変えましたけれども、あと草木ですね、この草木、ホオズキ、何でもいいんですけど、この植物っていうものは描き方として僕はすごい好きな、やり方なんですけれども、ネガティブとポジティブ、このやり方なんですね。ネガティブとポジティブ、どんなやり方かっていうと、僕はこの葉っぱとか茎を描かずにですね、どこを描いてるかというと、葉っぱと茎の間を描いてるんですね。この間を描くことによって葉っぱが残ってくるんですね。でその残ってくる形を見る、でそこに葉っぱの動きを見ていくんですね。葉っぱとかホオズキをですね描こうとすると、やはりいろんな形、いろんな動きがあって大変ですけれども、その抽象的な方のですね壁ですね、後ろの壁の方を描くんですね。そうすると、葉っぱが残ってくる、そこに色をつける、そしたら勝手に草木に動きが出てくるっていう感じですね。僕はそういうやり方がすごい好きで、よく植物にはそういうやり方を使って描いています。みんなでも、そうだと思いますけれども、この絵は花瓶を描きたかったというのと、この時期咲いているものがこのホオズキ、であった庭にあったものですね、それを刺して描きました。これは家の近所の海岸ですね。よくこの海岸に行って夜ご飯を食べたりとか、します。この日は、すごく曇ってる日でですね、ほとんど全体が灰色の、景色なんですね。でもこの絵には色彩がすごいよく見えるんですけれども、さっき言ったように灰色っていうのは写真になかなか写んないんですね。だからこの空気の感じっていうのも、大気の重たさみたいなものもですね、でその大気の重たさから見える奥の光、太陽がまだあるんですね。
右上にあるのは太陽なんですけども、これは光としては映ってなくて、やっぱり色だけ、色としてしか映ってないんですよね。でも絵画ではですね、実際の絵では光としてちゃんと映ってるはずです。でそういうものを実際見て見てほしいんですよね。でなかなか写真ではそういうのは映らないっていうことを言いたいんですけれども、これは結構抽象的な絵で、やっぱりターナーなんかを思い出しますね。こちらはさっき言った妻の弟が作った香炉の三角形の香炉ですね。これが、難しい形なんです。だからもう大体というか適当に、作るんですね、自分で勝手に。緑の花瓶なんですけど、右の方ですね、右の方の緑の花瓶の下にあるのがそれなんですけれども、これで描きたかったのはやはりその緑の花瓶なんですね。この緑の花瓶はさっき言ったように長野県の、ある古着屋さん でやっていた骨董市で買ったもので、左の方の赤いポットは、ずっと昔から描いているモチーフなんですね。でそれらをこう組み合わせて描いたものですね。画集で描いていますが、これらはさっきのサソリの、生物と比べてると少しこう、だいぶ抽象的な大きく見て取った、絵になります。けれどもですね、光の表現は多分こちらの方がはっきり見えるんではないかなと思って、やっぱり水彩画ってあんまり描かない方が光、紙が白いからですね、光が綺麗に出てるんですね。で描けば描くほど鈍くなるというようなところがあると思うんで、でこれは下地の光がまだ、結構いろんなところで残ってるような絵で、でこれもまた写真には映らないんですね。白と黒の表現、モノクロの表現の中に色彩があるというような、形の絵だと思いますが、なかなかそういうものは写真では映らないけれども、知ってる人はこれを見て、ああそういう絵なんじゃないかなとかって思ってくれるっていうのがよくあるので、ありがたいなと思うことなんですけれども、大きく見た時に小さい形、こういうふうに大きな絵はですね、大きく見た時に小さい形は省かれていくんですね。ポットの微妙な形なんかはですね、捉える必要はなくなってくる、そういったようなところがよく見られるような絵だと思います。格好はその下の方の人っていうかさ、給仕の人、なんか使用人みたいな感じなんだけど、その顔の感じとか、その絵に書いてあるか、給仕の人はこんなに顔描かれないじゃん、昔、王様だから描いてもらったじゃない、かそういうのとかがこう、ベラスケスの王族の絵の、でその何に2人ともその仕えてる使用人の人も王族も何に仕えてるかって言ったら、その王に仕えてるじゃん、使用人は王に仕えて、王は神に仕えてるじゃん、その王族政治をすると言ったら、元はその祭りごとをする人で、祭りごとっていうのは神様とやり取りして、それをそのやっていく人でしょ、その道を、だからそういういろんなそのでその画家自身は神様の手足っていうか使用人でありつつも、使えてるのは神様なんだけど、その自分本人自身を自分で書くっていうことで、その一番その昔で言ったら王様がなんか神様に
ていうかさ、使用人でありつつも一番近いっていうところの通路として自画像を描くっていうことが、そのなんていうか、こうその価値がある道っていうか、その一般的にその画家の自画像っていうのがなんでこう言われるかっていうと、そのそういう価値があるものだから、っていうのを思ったんだけど、なんかこじつけみたいだし、別にそういうのは全く関係ないからなぁと思って終わった。まあ、こういうふうに形に即した絵だとかですね、あのデフォルメしたような絵だとかいろいろありますけれども、あくまでも、リアリズムっていうことを前提に考えて、リアル、何がリアルなものか、自分にとって何がリアルなのか、自分にとって何が正しいものなのかということをですね、絶えず考えて、絵を描いているんです。どういうものが正しいのか、どういうものに対して正しいと思うのかということですね。自分の描いたものは全てやはりどこか間違っている、でそれとは傍ら、それとは違うところにですね、何か正しいものがある、自分の行為で正しいものをあぶり出していくというようなことなんですね。だから絵は完全に間違っていることなんですね。絵の中身は完全に間違っている、でだけれども僕の見ているものは正しいものなんですね。でこの正しいものを見ていくことが美術なんですね。つまり美を見ていくこと、美を最後まで見続けることなんですね。自分のやった行為に反してですね、美をずっと見る、この姿勢がですね、リアリズムにつながるんだと思います。だからですね、自分のやったことが何一つ正しくないことが重要なんですね。自分のやったことに正しさを見出すならば、それは一つの仮想現実、バーチャルリアリティになってしまう。けれどもリアリティ、現実性、実在性というのはですね、やはり受難の中にあるんですね。これは西洋文化の中にもう立証されて、確実な土台となっているはずです。で皆さん今現代にあって、これをやはり忘れつつあるけれどもですね、それしか、人間の心に届かないですね。そのタッチ、そのマチエールしか人間の心に届かない、マチエールの輝き、メチエの輝きというのはですね、絵の具の輝き、重なりの輝きというのはですね、そういう内面性からやってくるんですね。決して技術がうまい、重ね方がうまいからというわけではないんですね。だからですね、100人いたら100人の描き方があって重ね方があるわけですけれども、方法論も違います。ですでもそれぞれベストなんですね。でそのベストの中で輝きが、そこから、輝いて、そのマチエールを押し上げてるんですね。そういうことが、絵はすごく面白いわけなんです。